どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングはドン、ラブアフェア、秘密のデート、サザンオールスターズのもうデートソングの定番中の定番。この曲はウクレレでめちゃくちゃいいですよ。はい、やっていきましょう。もちろんですね、この曲ですね、ガズレレ YouTube チャンネルでも過去に一回取り上げております。もうね、4年か5年ぐらい前になるんですが、今回2021年バージョンとしてさらにわかりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単になって再登場です。やっていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンやります。後半はちょっとね、ノリのいいあのビート感と、やっぱコードもちょっと変わってきて、さらにかっこよくおしゃれになったバージョン、かっこいいバージョンやります。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧くださってるこのガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やりたかったけどチャンスがなかったですとか、楽器チャレンジしたんですけどもう挫折しましたみたいな、そんな方がですね、ウクレレを弾いて歌う弾き語りあっという間にできるプログラムがこのガズレレ YouTube にはあるんですよ。このプログラムを見て今もう全世界中の方がもう何万人もね、ウクレレ音楽始めてますよ。つい最近チャンネル登録者の方も15万人超えていただきましてもうありがとうございます。ご活用いただいております。皆さんもすぐできます。もうちょっとしたらここにね、そのプログラムのリンクを貼ります。ここの先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触っているだけであっという間ですからね。 YouTube 動画ですので無料で始められます。はい、ここからです。行ってらっしゃい、クリック。行ってらっしゃい。そこには今までガズが取り溜めてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、レッスン課題曲がもうですね、1600曲超えております。もうこれから皆さん音楽を聴くからやるに変えていきましょう。そしてですね、このサザンオールスターズ、ガズレレでめちゃくちゃいっぱい取り上げてるんですよ。サザンオールスターズ桑田佳祐さんをまとめたページがございます。ここにリンク貼っとくんで、もうぜひともいろんな曲挑戦してみてください。それでは早速やっていきましょう。ラブアフェア、秘密のデート、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、やってみます。1、2、3。Oh, let's
さいだから愛の谷まで溺れたい。秘密のデート、サザンオールスターズ。この曲ね、もう歌詞に出てくる場所を巡ったという方もね、いっぱいいたというふうに伺っておりますけども、デートソングのね、ほんとこうウキウキデートというか、ちょっと歌詞を深い読みすると深いんですけど、まあ、ウクレレでね、こう気持ちよく奏でるには気持ちがいい曲だと思います。思いっきり歌っていきましょう。今聴いていただいて気づいたと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。主にショートカットしている部分は2番のパートと途中のハーモニーみたいなところをちょっとカットさせていただいてるんですよ。でフルでやりたい方はですね、あと2番はですね、1番のコード進行と一緒ですんで、こう書き足していってオリジナルの、楽譜を作り上げて自分で演奏してみるのはいいと思います。はい。そして今のシンプル簡単バージョン、まずこのシンプル簡単バージョンの YouTube 動画と合わせてコードと歌詞が出てますから、なんとかこう一緒にできるようになってください。まずそこ一つ目のゴールにしていただくのがいいと思います。でまずそこで一緒にできるようになったらおめでとうございます。まずね、ファーストレベルですね、そこがね。はい、それができるようになったら次の、ちゃんとステップアップもあります。次のステップアップは一体何かというと、今度は YouTube と合わせるんじゃなくて、ご自身だけで一人きりでこう音楽を生み出す。これがいいんですよ。それをね、やるためにね、やっぱ練習していきたいと思うんですけど、最初のうちはそれでもやっぱり楽譜を見ながらやっぱやりたいです。YouTube がないんだったらやっぱり最初楽譜を見ながらやった方がいい。いずれはね、この曲覚えちゃって、それこそ横浜のね、もう公園に行ってこの横浜で歌うなんていうのはすごく最高に気持ちがいいと思うんですけど、まずは楽譜見て覚えちゃいたい。じゃあ楽譜ってどうやって手に入れようかという話なんですけど、はい、ね、ちょっと紹介しましょう。今ね、ガズはこのノート見ながら演奏しました。このノート自体をもうちょっとしたらこのカメラに映してこんな感じで書くのはどうですかというふうに皆さんシェアしようと思うんですけど、ただいま大変便利なサービスが始まっております。どうもこれガズクラブです。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のラブアフェア秘密のデートを含むガズが書いて書いて書きまくってきたもう手書きノートのね、もう膨大な数のストックの中から皆さんがやってみたいな、面白そうだなと思う曲、毎月5曲お手元にダウンロードしていただいてすぐに練習できるよという画期的なサービスなんです。でね、このねガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですね、ガズクラブメンバーになったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとかいろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている毎月2回行われている全世界中から参加していただけるものすごいでっかい規模でやっているオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけど、ね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じやってます。そして毎朝7時からガズラジオ配信をしているんですよ。これがすごいです。ガズクラブの特典すごいでしょ。毎月2回のオンラインライブ配信と毎朝7時から365日やってるラジオ配信、ここでもね、なかなかいい話が聞けますからね。あとそれと楽譜のダウンロードもちろんと、もう盛りだくさんになってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこれお勉強、大学ですからね。これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの抑え方とかも研究室みたいなもんで、ここもね、なかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして。そういうわけで今、ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージは、こう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じで、ガズレレ大学はちょっとこうアカデミックなね、お勉強するスタイルなので、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にねリンク貼っときますんでご活用ください。それでは楽譜を見ていきましょう。2021年改訂版のラブアフェア秘密のデートサザンオールスターズ。この曲はねファンの方多いと思いますね。はい、これイントロですね。コードこんな感じになってます。これかける2回、2回繰り返してイントロです。ここ、おー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 、ここのね、おーおーとか、うー、このメロディーも結構難しいんですよ。ここもね、ちょっとね、こだわりたい方しっかり聞いてやってみてください。はい、で、ここから A メロが始まっていきます。はい。
で、このぐにゃぐにゃあるやつはメロディーラインなんですよね。このノート実は前回やった、もう4年か5年ぐらい前にやった、ノートに、さらに今回バージョンアップで書き加えてるんで、当時はここにね、メロディーラインいっぱい書いてたということなんですけどね。まあちょっと参考になればということです。今こうやって映していくんで、これを一時停止してメモっていただくか、デモ演奏動画内に映ってるテロップをメモっていただくか、あとは先ほど紹介させていただいた楽譜クラブで、この楽譜そのものをダウンロードしていただくというのもすごくおすすめです。とにかく楽譜を用意していきましょう。ちなみに説明しておくと、この下にくるっと囲ってるマークは、後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードになります。変わっていきますね。はい。で、ここちょっと見て、ここね、チャ半分って書いてあるんですけど、これ後半のかっこいいバージョンではリズムがいろいろ展開していくんで、ちょっとここにメモ程度に書いております。で、今日これ特徴としてはワンブロックちっちゃいですからね。ここがワンブロックになってる。1234、1234。はい。そこを確認して、じゃあ移していきます。一時停止で、書いていってください。はい。ここにもいろいろ書いてありますね。はい。ね。コードがだいぶ変わってきます。はい。こんな感じ。で、ここまで来たら、見てください。イントロフレーズの感想を挟んで、もう今度2番のサビをやって、で、もうエンディングということです。本来だったら1番のサビを終わって、ここの、感想のイントロやったら、ここにまた2番がボコッと入る感じなんですけど、はい。これはガズレレショートカットアレンジですんで、ちょっと応用というか、練習用にちょっと使ってみてください。はい、こんな感じになっております。じゃあ出てくるコードの解説。この赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードです。なので一回ちょっとこれを隠しておきます。今映ってるコードはシンプル簡単バージョン。今やった簡単版で出てきたコードなんですけど、ちょっと読んでいきますね。C と C7、F と Dm、D7、G7、E7、Em7、Am、A7 か。はい、Am です。はい。このコードでできました。これはね、簡単入門コードのグループなんですよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9 で1,2,3,4,5,6,7,8,9 あ、10個、あ、これガズレレ必須コード全部出てくるんだ。これね、今10個映ってるんですけど、今日はいいですよ。これはね、入門コード。ガズレレではね、もう最初に覚えてほしいよという入門コードのグループ全員登場です。これです。ガズレレ必須コード。これガズレレ必須コードって一体何かというと、ウクレレで音楽始めたいなと思っている人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループなんですよ。今日、10個全部出てきたから。今日この曲でね、これ10個覚えちゃうの最高だと思います。10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないんですけど、安心してください。入門コードだから、1個ずつ見たらそれぞれはめちゃくちゃ簡単。だけど10個いっぺんにガッと覚えようと思うと、何が何だかごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃ頭の整理ができてスイスイ覚えられちゃう、ものすごい分かりやすい動画撮ってます。ここにリンク貼っておきますんで、10個のコード、このね動画見たらすぐ覚えられると思います。ちょっとやってみてください。この覚えちゃうとね、もうガズレレ取り上げてる1600曲ぐらいの曲も大体弾けちゃうんで、覚えてください。はい。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていく、その前にいつもこのタイミングでガズは言いたいんですけれども、やっぱり今の4つ引きで歌をしっかり歌い込む、今聞いていただいて分かる。まあね、ファンの方はね、もうすごくこう歌えるとは思うんですけど、自分で演奏するとね、この歌の奥深さが分かります。言葉がこう、スッと前に来たり、溜めたり、伸ばしたり、言葉のね、桑田佳祐さんのこの、歌い回しっていうんですけどね、歌い回しをですね、こう、なかなかこう、ものにするのって結構ね、普段聞いてても、自分でやるとなるとちょっと雰囲気違うと思うんで、じっくり桑田さんの音源を聞いて、歌をものにして、それからね、かっこいいバージョンのリズムとかいろいろコードがね、素敵なコードに変わっていくっていう、次のレベルに行くのがいいと思います。はい。そして、じゃあそれを確認したということで、じゃあかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンはですね、3つほどコードが追加になります。1つ目はこれ、よく出てくる初心者さんにとって最初に難しいコード、Fマイナーです。Fマイナーっていうのはいいですか？ここと、押さえる場所、ここと、ここと、ここなんですね。こんな風に押さえるのが、定番の押さえ方、教科書通りですね。はい。音は、いい音なんですよ、これが。はい。で、ガズの場合はこの一番上のこの部分を親指でぐにょっと押さえちゃいます。はい。これどっちでもいいと思います。人差し指で押さえる方は親指を、こっちの親指を下げて手首をこう前に出す感じ。親指で押さえてみたいなという方は逆、上にこう持ってきて上から握り込む。こんな風にしてちょっとやってみてください。これどっちにしてもね、押さえづらいコードなんで、どちらがいいか、それぞれちょっと判断してやってみてください。その次はですね、今日はね、ちょっとね、このコードからこう A シャープ。これをちょっと難しいコードです。ちょっとご案内するといいですか？押さえましょう。ここと、ここと、ここと、ここ。ここ1フレットの1弦2弦なんで、こんな風にギュッと曲げて、2ついっぺんに押さえちゃって、ちょいちょいと立てるといいかなというふうに思います。ちょっと慣れた方は、1フレット全部制覇といって、こうバチッと押さえて、ちょいちょいでもいいと思います。はい。はい。ガズはね、こっちの制覇タイプなんですよね。こう、グッと押さえちゃいたい。こういうの制覇って言うんですけど、制覇っていうのはこの親指と、人差し指ビシッと挟み込む。そしてここね、見て、このぐらいスペースが空いてないと、ここまっすぐじゃないと絶対押さえられないです。はい。で、ギュッとこう、
押さえ込んで、しかもこっちにちょっと引っ張り込む、テコの原理も使ってちょいちょいと立てていく。はい、こんな感じで A シャープ使っていきましょう。で、今日ね、最もこのなんとなく普段出てこないコードとしてはこれ Cm7 です。これはね、3フレットのところ、このポジションマークがある3フレットのところ、全部いっぺんにビシッと押さえます。これ人差し指でもいいし、薬指でもいいと思うんですけど、まあこの流れで言ったら人差し指かなと思うんですけどね、これね、A シャープから Cm7 なんですよ。だから、僕の場合は A シャープでこの1フレットを制覇してるんで、このままこっちにずらすという感じです。さっき言ったように制覇っていうのはこの親指で挟み込む感じ。で、ここをまっすぐにして、ここにスペースが空いてないとちょっと抑えられないですね。このテコの原理を使ってやります。これね、3フレット全部なんで一見簡単かと思うけど、なかなかね、こうギュッとこう押さえ、テコの原理でこの引っ張り込む力が結構大事ですね。Cm7。ちょっとここのどこで出てくるかというと、B メロの一番最後、サビに入る一番最後のところですね。ちょっとここだけやってみようかな。君なしでは夜と眠らずに、ここです。闇を見つめていたい。はい、ここのとこ不思議なメロディ、これ歌も難しいですよ、ここ。闇を見つめていたいのところ、これ、闇をのところの音程がすごい難しいんですよ。ここら辺が桑田佳祐さんのもうメロディーの魔法ですね。歌ってみたらわかる。ここね、歌いづらいんです、すごく。まあ、その辺もね、コードと関連性があって、ちょっと不思議なコードで、ね、キーをね、こう不思議に変えているっていうイメージですね。だから A シャープと、Cm7、これでもいいかな。薬指でも押さえやすいかも、もしかしたら。ちょっといろいろ試してみて。この一本指でどっちにしても、人差し指か薬指か。はい。Cm7 はこの3フレット全部押さえる。この3つのコードを追加してかっこいいバージョンをやっていきます。で、リズムなんですけど、今日出てくる基本的なリズムはこのドン。8ビートのチャなんですけど、これ、ちょっと追加します。ドン。8ビートのチャと8ビートのチャが半分。はい。これ。面白いです、このリズム。ちなみに8ビートのチャっていうのはこういうリズムです。じゃあコード C を押さえて弾いてみますよ。チャッとス、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 チャッとス。はい。じゃあ8ビートのチャが半分はどういうリズムか聞いててください。せーの、さん、はい。チャが半分だったでしょ。最初は、じゃんちゃっちゃんちゃ、ちゃっちゃんちゃちゃんちゃちゃ。後半は、じゃんじゃじゃんじゃ、ちゃっちゃんじゃじゃんじゃちゃ。はい。もう読んで字のごとくでございまして。8ビートのチャと8ビートのチャが半分。これ交互にね、A メロとかでやってきたりしますと。これ B メロも8ビートのチャが半分。なかなかこれね、面白いんですよ。リズムがね、大きさが変わるっていうか、スケール感が変わるんで、弾いてて気持ちがいいです、結構。はい。で、この一応、8ビートのチャがこれ基本になるんで、この8ビートのチャの弾き方、ここにリンクを貼っておきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという、濃厚解説レッスン動画もうね、アップロードしてありますんで、じっくり見てやってみてください。その動画内でも言ってますけど、こういうのストロークって言うんですけど、8ビートというリズムが基本になりますんで、まずそこから階段を上るようにやってみてもらうのがいいかと思います。はい。8ビートのチャはね、このロックの曲とかもう大定番の弾き方で、これができるようになるとかなり気持ちがいいと思いますんでね、ぜひともトライしてみてください。そして今日ね、キーポイントになるところがあって、サビの中で出てくるリズムの弾き方なんですけど、さっき出てきた8ビートのチャが半分にめちゃくちゃ似てるんですけど、ちょっと、もうちょっとキメっぽい感じで弾いてみようと思います。それはですね、ちょっと演奏してみると、サビの後半ですね、早く行かなくちゃから言ってます。1、2、3、4。早く行かなくちゃ、夜明けとともに。はい、今のです。いいでしょ、これ。ダンツタタンチャ、ダンツタタンチャ、ダンツタタンチャ。はい、ダツツタダツチャ。なんですね。さっきの8ビートのチャが半分は、ダン、ジャ、ジャン、ジャ、チャツ、ジャン、ジャ、ジャン、ジャ、チャ。今回のは、ダン、タッタン、チャ、ダン、タッタン、チャ。ちょっとの差なんですけども、ちょっとこれ、丸とバット星で書くとこういう風になります。上の段が8ビートのチャが半分です。ジャン、ジャ、ジャン、ジャ、チャ、チャ。これが8ビートのチャが半分。今やったサビの中で出てくるちょっとキメっぽいやつは、ジャツツ、ジャ、ジャツ、チャツ、ジャン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 、チャツ。ちょっと違うんですけど、これだいぶね、この演奏してる雰囲気としては変わります。このサビで出てくるね、この、ちょっとキメっぽいやつは、いわゆるこうカラオケで80年代、90年代の J-POP にある、ドン、ドッドン、ホー、ドン、ドッドン、ホー、みたいな感じのやつですね。あの雰囲気がちょっと出るといいかなと思って、あえてちょっと二つ、ちょっとね、似てるんですけど違う弾き方をちょっと取り入れてみようかなというふうに思いました。難しかったらどちらかでもいいと思うんですけど、まあまあちょっと微妙なこだわりでございます。はい。ぜひちょっと挑戦してもらうとね、この感覚、ドン、ドッドンの感じ、結構ね、こうサビでね、気持ちがいいんで、やってみてください。
細かいところなんですけど、 A メロの中でねちょっと一回キメが入りますか、まあ、カッティング使えればカッティングがいいと思うんですけど、A メロの1番の後半からやってます。二度と戻れない境を越えた後で、ああこの家は崩れちゃう。ここです。タッタ、はい、これだけ。タッタ、カッティングで左手で止められる人はこれ一番いいけど、ちょっと難しかったら右手で、これ一瞬見えてもいいと思うんですけど、まあできればカッティングの方がかっこいいかな。このカッティングって今出てきたんですけど、これちょっと難しいリズムなんで、もし興味ある方は左手でね音を止めるんですよ。これね結構奥が深いんですけど、先ほどの8ビートのチャで紹介したリズムいろいろのところにカッティングの弾き方解説ありますので、もう興味あったらぜひどんどん見てもらったらいいと思います。そしてあとはね、サビに行く前にテロップにダダダダダダとか書いておくんで、ツタダダダダダとかこううまいこと盛り上がって、マーリンルージュにみたいな感じで、感想の後とかそのダダダダダっていうとかちょっとね盛り上がってから次のバースにドーンみたいな感じで、イメージしてやってもらえるとかっこいいかなというふうに思います。はい、それ以外は結構シンプルで、ただ気持ちがいいんでリズムがどんどん速くなっちゃうというところがあると思います。8ビートはね、あとリズムが落ちたり速くなったりするんで、リズムが迷子にならないようにこうしっかり体を揺すってですね、このしかもやっぱりこの歌詞を読み込んでください、ね、デートのとこすごく楽しそうなんですけど、結構奥が深いっていうか、なんか深読みしすぎるとちょっとあれみたいな感じになると思うんですけど、まあ、そんなのもこの曲の魅力だと思うんですけど、まあ、まあ歌詞の中身、横浜の景色とか全部そういうのがガッと一体になって、この音楽リズムと一緒になってね生み出すのもまた気持ちがいいと思いますので、楽しく歌っていきましょう。さあそれではやっていきましょう。ラブアフェア秘密のデート、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。秘密のデート、サザンオールスターズの曲
やってみました。やっぱり気持ちがいいですね。こう爽快なビート、この8ビートのチャンが軽やかに加わるとまたさらに気持ちがよくって、もうね、また桑田佳祐さんの歌を歌っているともうね、どうしたってああいう感じになりたいですよね。もうね、降りてきちゃうっていうかですね、まあもうね、はい、楽しいです。はい、皆さんも思いっきり歌っていきましょう。そしてお知らせさせてください。これ見て、これ、はい、これです。ちょっと以前もね、このリュックご紹介したことあるんですけど、これウクレレリュックなんですよ。ウクレレが入る、ここにガズレレとプリントがあったりとかして、これリュックサックになるんですけど、はい、こんな感じで、でね、あのこの横にも持てるんですよね。これだからビジネスマンの方、これ横に持って、これパソコンとかもここに入るんで、出張の時とかウクレレとかの、これコンサートサイズも入りますよ、このウクレレは。それでこれもう大好評で、もうすごいお問い合わせをいただいていたのが、再発売決定になりまして、ちょっとね、発送は5月20日順次なるんですけど、今予約受付開始してます。このリュックのことに関するリンク、ちょっとここに貼っとくんで、ぜひチェックしておいてください。これガズレレのアプリがあるんですよ、ご存知ですか。あのスマホとかタブレットに入るアプリなんですけど、ここにですね、40曲の新しい曲のブロックが追加されたぞというニュースが最近飛び込んできました。あとそれに、まあ、付随しまして、そのアプリのね、アプリで提供してる楽譜がこうやって書籍になって本当の本になっちゃったっていう、これも新発売です、これガズレシピ。そしてですね、これも皆さん毎度おなじみだと思うんですけど、このリットーミュージック社から出てるこの赤青黄色信号機みたいな、このガズレレのこのソングブックと教本なんですけど、この度ね、この緑色の本がですね、4月にですね、リニューアルして、中身がちょっと入れ替わってですね、さらに進化版になって、発売になります。これもね、概要欄のところに貼っといたりします。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっと、あとここにいつも挟んでるこの水引きだとか、ストラップとか、キャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからね、ちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね、聴くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聴くよりやる方が最高。皆さん、日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。また、ガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さよなら。